限時間を設けてみるってのはどうですか。それだ。対局時計とか買ってみるとか。ああ、あれな、持ち時間の残りが分かるやつ。でも高いんじゃないのか。今の俺たちに必要なのは時間の区切りなんすよ。でないとずっとこのまま膠着状態ですよ。確かにそうだ。よし真山君、買おう。ええ、買いましょう。つうかさ、夜更かししなきゃいいだけなんじゃないの。森田さん、なんで。いつから夜更かししなきゃいいんじゃないの。はあ、だからいい年こいて夜更かし。言うな森田、頼むから。俺らバカみたいじゃないですか。だからいい年こいてバカ言うな。やめてくれ。だからバカ。